始まりましたポテトステーキのゆうたです。なです。さあ、はい、今回は何をするんでしょう。今回は、はい、ゆうたを助走させてみた。え、マジで可愛くしてやるんやったら、はい、大丈夫、はい、可愛くなりそうですけど。そうですね、いやほんまに失敗してバケモンみたいなのが一番いいね。ディスるわけじゃないんですけど、はい、酒井くんか、ゆうた、どっちを助走するかって迷ってたんです。はいはい、結果、ゆうたになりましたね。なるほど。ちなみにその感じの酒井くんはどこにおるんですか。酒井くんは、ね、今いません。いません。はい、あれ情報によると酒井くん家で焼きそば食べてるっていう。焼きそばで家で焼きそば、まあ、とりあえず2人で撮ろうっていうことで、ね、撮ってるんです。撮ってます、はい、で、まあ、酒井くんが来た時のリアクションもね、はい、収めようと思います。わかりました。ということでやっていきましょう。あ、まずピンが欲しいのでね、ピン持ってくるの忘れました。ピンがない。さあ、今日も始まりましたワンワン TV。 今日はオフ会に来ております。あれ誰も、あれ、あ、ファンの方が一人だけオフ会に来ておりますけど、はい、じゃあいつもの挨拶しましょうか。ワン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 では行きましょう。はい、はい、まずピンで飛べます。この邪魔くさい髪の毛をね、邪魔くさい。ピースの角度は30度。これね、ダイソーでスポンジを買ってきたんですよ、はい、このファンデーションとかね、下地を伸ばす用の、うん、はい、こんな感じです。もひもひ、はい、で、まず使うのですよね、マックのストロボクリームピンクライトです。はいはいはい、一個さんお願いします。やだ、なに、え、どんだけはめっちゃビクビクするじゃないですか、うん、めっちゃ敏感なんですよ。やってもらいますで、下地が塗り終わりました、今。うわ、すげえ。そんな変わらんと思う。あれ変わってない朝が来れば、はい、次は何をするんですか。次ファンデーション、こちらはですね、さっきのファンデーション、ファンデーション、下地、これはですね、はい、エチュードハウスで買ったやつ、ダブルラスティングファンデーション、アイボリーカラーっていう、知らんけど、はい、ピヨッと、はい、塗っていきます。はい、これでね、結構肌の色が変わると思うんですよ、うん、やめて、そのホーンっていうやつ。ホーン、はい、ファンデーション塗り終わりました。結構白くなりそう。もし中川大志みたいな、まあ、眉毛は、うん、これ100均の、うん、オートマティックアイブロウペンシルっていうやつ、茶色、なるほど、ブラウン使って描いていきますじゃあ、この眉毛結構濃いんですけどいいんですか、ほんまに濃いんですけど、妹みたいなよかったよかったかな。じゃあ、元のゆうたの眉毛が太すぎて濃いから、うん、描いたら濃くなっちゃったえ、ほんまに可愛くなるんですよね、はい、ほんまに可愛くなるんですよねまあ行きましょう、任せてますよ、はいはい、次ね、ハイライト入れていこうかな思います。ハイライト、これめっちゃおすすめ、セザンヌのパールグローハイライト01番、はい、じゃらん、ハイライト入れていきましょう。はい、じゃあ目やっていきますね。これなら使ってる、エクセルのシャニーアイシャドウのブロンズゴールド、はい、1000円ぐらい、これめっちゃいい、これ下地に使うんですよアイシャドウ、ダイソーに売ってる
これダイソーだよ、うん、はい、UG ブルーミングアイカラーパレット02番割れちゃったけど、割れてなくなっちゃった。でもこれいい、結構。これアイシャドウですか？100均やで、これピンク系にしようかな。まずあのブラウン系を塗っていきましょう。あの二重こちょば二重の幅よりちょっと超えるぐらいまで塗っていきますね。え、すげえ。結構こう言うた二重の幅が奥二重なんですよ。結構ね、二重なんですけど意外と奥二重やから、結構暗い系やったら目がしっかり見えるかも。あ、じゃあ目がはっきり見えるかも。で、あ、やんの忘れてました。コンシーラー、これ100均、これまた100均。ですね、ユーアーグラムの、はい、カバーハイライトコンシーラーの2番。よくわからんけど。はい、これでですね、ニキビとかね、ちょっとユータ、ニキビが気になるなと思ったんで、はい、買ってきました。これ消せるんですか？これ消せますね、大体は。コンシーラーってそういうもんなんで。クマとか。ああ、消してくれるんですか？そう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 。気になる。なるほどなるほど。シミとかね。いいっすね。消すやつなんで。これ透明なんじゃないかと思いがちなんですけど、これ回すだけで。見てください。よっ、すげえ、何これ。回すだけでね、コンシーラーが出てくるんですよ。こんなんの？続きまして、はい、涙袋描いていきましょう。涙袋、これもう使もうないんですけど、ほとんど。これまたエクセルのシャイニーシャドウの05番かな。これ05番、あのほんまに白の、これほんまいい。これ涙袋に使ってます。涙袋に影ができるんですよ。ほっくり、気持ち悪い。何これ。俺じゃなくなっていく。んで、チークいきます。チークはこれ3です。3のチーキーシークブラッシュ09番。3、汚いな、すいません。もう結構これ使ってるんですよ。ほら、使ってるんですよ。まあ、ほっぺたのこの頬骨あたりに入れていきましょうかね。はいはい。でもそんな変わらん。まあ、ちょっとほんのり赤なったかなぐらいで。完成しました。完成しました。完成しました。ちょっとやばいやばいやばい。もっと良くなるはずやってんけど。まあ。それはさておき、酒井くんのね、今から撮っていきたいと思います。と。やばいやん、怖いねんけど。撮ってる？撮ってる。え、これ消してほしい。まあまあ可愛いね。朝が来れば雲の涙の。ということで、酒井くんの反応は薄かったということで、はい、え、可愛いですか？可愛くはないけど、なんか、え、でもまだ男っぽい。男っぽいけど。ニューハーフ感がすごい。熱い。梅田とかにいそうです。確かに、酒井くん。でかない。
怖いねんけど。カマップどんだけ。でででででじゃ。カナですか。生物採取。もうなんか男やと思ってこう見たら可愛い。座れよ。